まつりさんも光も愛が重いイメージがありますが、二人の浮気の定義を教えてくださいってことなんですが、浮気隠そうとしたらじゃない？あー、なるほど。うん、まあ確かに隠れてその女の人と会ったりしたらもう浮気ってことですよね。そう、だから別に言ってくれれば別にいい、うんうん、あ、そうなんですか。お、え、それは意外でした、ちょっと。え、女の子、女友達とご飯行ってくるわって言われたら行ってらっしゃいってなる。え、ちょっと待って、よくわかんない。え、なんで違う、山下がないわけじゃん。あ、まあまあ確かに。え、でもそれって、うん、もうそういうその性格だって、まつりちゃんそういう性格だって思って付き合った彼氏がいるとするじゃないですか、例えば。したら、うんうんうん、もう浮気前提で、じゃあそういう、うん、なんかじゃあ女の子と遊びに行ってくるねって言って浮気されてたらどうするんですか。でもそういう人だったんでしょ、その男は。うわ、え、でも、え、ちなみに、うん、その遊びに行った女の子のことは調べるんですか、誰と遊んでるんだろうみたいな。あー、っていうかもう言ってくれるんじゃないの。あー、なるほどなるほど。まるちゃんと遊んでくるよって言われたら別にいいよってなる、はいはい、えー、え、そうなんや。え、でもそれって浮気とか気づけなくないですか。あ、ただ遊んでるんだみたいな。うん、だから別にそれで浮気されてても別に知らなければいいじゃん。うわー、知ったらもう知らないよ。はいはいはい。怖い言葉に重みがある。なんで知らないよって。そうじゃん。うわー、けどそれを、はい、やましいことだと思って、うんうんうん、祭りにこう罪悪感を覚えながらやるんだったらもうそれは浮気じゃないって思うから。あ、まあ確かに。うん、え、でも、嫌じゃないですか、そんな。他の女の穴に入れるのって。いや、そう。いや、そう。え、だって帰ってきたら、うん、うん、え、ねえ、帰ってきてその、じゃあ夜イトラミをするってなったらなんか嫌じゃないですか。うん、うわ、この棒は、そうそう、別のところに今日入ってたんだなんて思いながらですよ。いいっすか、それで。あ、でもなんかそれはそれでいいかもしれない。マジ？言ってくれるなら。やだ、無理。だって、無理なんすけど。え、ちゃんともう、うんうん、何が悪いのっていうくらいの勢いで言ってくれたら悪くないよねってなるかも。うわー、マジか。やましい気持ちがあるのがムカつくんだよね。なん、じゃあなんでやったんってなるから。あー、なるほどね。そう、だからもう、しかも、うん、なんかこう友達とかじゃなくてちゃんとそういうお店でやってきたんだったら別にいい。はいはいはい。あー、まあちょっとでもその考えはちょっとわかるかもっす。わかる？うん、それはね、ちょっとわかる。一番カスなのは祭りの友達に手を出しって人だった。あー、いる、たまにいる、ね、マジで切ってやろうかって感じじゃない。怖い怖い。うわ、確かに、なるほどね、うん。じゃあまあ浮気の定義は、うん、やましいと向こう相手側が思ったらかな、うんうんうん。あー、なるほどなるほど。うんうんうん、うん、了解了解です。はい、でしょ。